こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のコスパ最強の靴5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルの中でも普段からですね、いろんな靴を皆さんにご紹介してるわけなんですが、靴というとですね、やっぱりお金をかけた方がいいというですね、意見の方が圧倒的に多いかなと思うんですね。それは僕自身も同じで、靴のバリエーションをたくさん揃えるよりは、ある程度投資をして揃えた方が僕はバランスがいいなと思ってるんですね。というのも、靴ってやっぱりこう先端に位置するものなので結構目立ちますし、全体のお洋服がユニクロだとか GU の場合であっても、靴さえある程度予算をかけていればそれなりに見えてしまうというところがあるので、まあ、靴には投資をした方がいいというのが僕の普段の考え方なんですが、ただですね、これからおしゃれを楽しみたいという時に靴の予算があまりに高すぎると、それまたですね、なかなか気軽にトライしづらいかなと思うんですね。ですので、今回の動画の中では僕が普段皆さんにお伝えしているベーシックで使いやすい靴の中で、これだったら価格帯を抑えた中でもおすすめできる名品なんじゃないのかなというものをですね、5点ですねピックアップしてみましたので、ぜひよかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、結構前であれば靴はですね、ある程度予算を割かないと素敵なものってなかなか見つからなかったんですが、今は選択肢の幅が非常に広がっています。安くても優秀な靴が増えていますので、まあ、そういったものも気軽に使いながらですね、おしゃれをラフに楽しむのもいいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的にコスパ最強の大人靴を皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一足目は、僕の動画の中でも最もよく使われているですね、白系のスニーカーなんですけども、今回ご紹介したいのはこちらですね。白系のスニーカーの中でもデザインは最もプレーンなものではなくて、ジャーマントレーナー型のものですね。こちらは楽天のショップで購入したものなんですが、ジャーマントレーナーリプロダクティドエディションモデルというブランドのものですね。価格は8690円ということで、1万円を切るので、すごく買いやすいモデルかなと思っています。白系のスニーカーの中でもデザインで言うとですね、コンバースのオールスタークップとかの方がシャープで、本当にスッキリとしたデザインなので、使い勝手がいいかなと思うんですが、まあシンプルなデザインほどレザーの質感だとか、そういったところもすごく重要になってくるので、まあ一定の値段をかけた方が僕はいいのかなと思ってまして、一方でこちらのジャーマントレーナーというのは、見ていただくと分かる通り、パーツがですね、こちらのアッパーの部分に2種類使われていまして、スウェード素材と、こちらはですね、本革ではなくてですね、アクションレザーというものを使われているんですが、2種類の素材を切り替える形で使われているので、これであったら本革じゃなくても割とですね、バランスのいい仕上がりとして使っていただけるのかなと思います。で、こちらはアクションレザーというものを使われているんですけども、あまり聞き馴染みのない言葉なので調べてみたんですが、アクションレザーは裏側が細かく刻まれた革のくずにポリウレタン樹脂が施された人工皮革であるという形で説明がされてるんですね。まあ、原材料自体は革なんですけども、その上にポリウレタン樹脂が施されてということで、まあ、ちょうど天然素材と人工の革の間ぐらいのですね、位置づけの素材になってくるかなと思うんですね。で、パッと見のチープさがあるかというと、正直あんまりよくわかりません。人工の革特有のテカったですね、変な光沢感みたいなものもそんなにないですし、脂肪感もしっかりと見て取れるので、そのあたりも全然チープな感じがしないんですね。ちなみにですね、こちらのアディダスの BW アーミーですね、こちらもジャーマントレーナーなんですが、これと比べてみるとわかるかなと思うんですが、やはり BW アーミーの方が価格帯結構上がるので、質感としてはすごくいいなとは思います。本革ということで、どこが違いがあるかというと、しっとりとした風合いにはなってるなと思います。このあたりは近くで見ると、やっぱりですね、自然さというところではこちらの BW アーミーの方が勝ってるかなと思うんですが、かといってチープさが満載かというとそんなことはないので、この価格の優位性を考えると非常に使いやすいのがこちらのジャーマントレーナーかなと思います。で、こちらの BW アーミーのソール部分って結構このようなブラウン系の色合いになってるんですが、こちらのですね、ジャーマントレーナーに関してはホワイトのソールなんですよね。これが個人的には結構使いやすいポイントだと思ってまして、僕が普段ですね、ジャーマントレーナーといったらグリーンレベルのですね、ジャーマントレーナーをご紹介することが多いんですが、まあ今でも継続してやっているんですけども、以前はこのような
ホワイトベースでスウェード部分がちょっとグレーっぽくなっていて、ソールが白のモデルもあったんですが、最近はそれちょっと品切れ中で置いてないんですね。僕は数あるグリーンレベルのジャーマントレーナーの中でも、まさしくこの配色が一番好きなんですが、現状買えるのが楽天なので、この配色のモデルをですね、今回コスパ最強の白系スニーカーとしてあげたいなと思っています。まあ、実際に履いてみたところですね、履き心地が抜群にいいかといったら、やっぱりこうニューバランスのスニーカーとかも普段履いてるので、そういったものに比べれば劣りますが、いわゆる革のですねシューズに比べると圧倒的にスニーカーなので履きやすいですし、安いからといって履きづらいということは特にないので、そのあたりも心配することはないかなと思います。ただ普段履いてるスニーカーよりもややサイズ感大きめかなと思うので、そのあたりだけ注意をしながら選んでいただくといいかなと思います。デザインベースはもう完璧ですね。非常にバランスを取れたジャーマントレーナーの形になっていますので、これはもう本当に自信を持ってお勧めできる一足なので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のコスパ最強の大人靴なんですが、こちらですね、ナイキのブレーザーローですね。価格は税込みで 12,100 円ということで、レザーのですねこのようなスニーカーがですね、まあ、この価格で買えるのは非常にありがたいなと思います。ただですね、僕もこのブレーザーローってちょっと今手元になくて申し訳ないんですが、これまでに2回買って履き倒しました。それぐらい気に入ってるスニーカーなんですね。ただ一番最初に買った時は価格が9000円台だったんですね。1万円切ってるぐらいだったので、よりコスパが高かったんですが、まあ、最近はいろんなものが値上がりしているので、その中で 12,100 円ということでちょっと値上がりしましたが、それでもコストパフォーマンスは非常に高いシューズかなと思います。まあ、先ほどのジャーマントレーナーは本革ではなかったんですが、ブレザーローはですねレザーを使っていて、そして部分的にもスウェードが使われていると、このあたりの素材感の上質さというところは楽しめて、まあ、ナイキのロゴが入ってる分ですね、ちょっとカジュアルさは出るんですが、このレトロな雰囲気というのが結構様々なスタイルに溶け込みやすいんですね。意外と僕みたいにこうジャケットを着てたりだとか、セットアップを着てる時の外しの靴としてブレザーローを使ってあげてもバランスが良かったりするので、かなり使い勝手がいいんですね。で、ナイキのロゴがサイドに入っていて、あとはかかとの部分にもナイキの文字が入ってるんですが、ちょっとフォントの形がヴィンテージライクな雰囲気になっているので、このあたりも含めてバランスがいいんですね。で、このスニーカーって買った時が一番かっこよくなくて、履いてどんどんくたびれてくるとどんどん魅力を増していくんですね。なので捨てる寸前のボロボロの状態が意外と一番気に入っていたかなと思うような、すごくですねレトロな雰囲気を楽しめる一足になってるかなと思います。なかなかですねお店で置いてあるところが最近は見当たらないんですが、たまにセレクトショップで取り扱いがあったりだとか、あとはナイキのサイトでも取り扱いがありますので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。先ほどのジャーマントレーナーは白系のスニーカーで、他にもですね選択肢、価格帯を上げれば色々とあるんですね。なので好みによって予算感によって選んでいただくといいかなと思うんですが、このブレーザーローに関してはなかなかですね他の替えがないぐらい唯一無二の存在なんですね。なのでおしゃれが好きな方にもハマると思いますし、同じ立ち位置で言うとアディダスのサンバ、これがですねまさに近い立ち位置かなと思ってまして、まあ、最近サンバが非常に履いてる方多いので、あえてブレーザーローに行くのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3足目のコスパ最強の靴なんですが、ちょっと手元にはないんですが、ブラック系のスニーカーを皆さんにご紹介したいなと思います。今回ピックアップしたのがザラのベーシックスニーカーですね。価格がなんと5990円ということで、これまたですね非常にデザインのバランスが良くて価格帯を抑えた名品だと思います。実はですね僕の動画の中でも過去にですね同じようなザラのスニーカーを一度ご紹介したことがあるんですが、あれも名作でしたね。非常にバランスのいいスニーカーでした。で、今手元にあるのはですねこれアウールのですねデバイス1というスニーカーなんですが、これと結構近しいんですよ。アッパーはブラックになっていますが、このソール部分はホワイトになっているので重たくなりすぎないようなバランスになってるんですね。まあ、個人的にはブラック系のスニーカーってソールまで真っ黒なものはあんまり好きじゃないんですね。ちょっとこう退屈に見えてしまうというか、ミニマルすぎてしまうので、ソールぐらいはホワイトでちょっとこうアクセントがあった方が好きだったりするんですが、まあ、このデザインとほぼ同じです。この内側の色合いもブラウン
ウンなので、そこまで一緒になっていまして、かなりですねデザインのバランスはいいです。ただ素材がやっぱり違いまして、デバイス1に関してはレザーを使っているので価格帯はちょっと上がります。まあ2万円ぐらいになってくるんですが、ザラに関してはアッパーにはですねポリウレタンを使っているということで、まあ耐久性で言ったらやっぱりレザーの方が長持ちはするんですが、かといってすぐにボロボロになってしまうというものではないので、そのあたりはご安心いただければなと思います。まあ僕はですね前からザラはスニーカーが狙い目ということをお伝えしていまして、本人もですね結構ザラのスニーカーを載せていたんですが、相変わらず今もですね結構スニーカーってシンプルで使いやすいものが多いんですね。でデザインが同価格帯の中では圧倒的に洗練されてるんですね。ファストファッションブランドの中では GU も本側のですねスニーカーだとかレザーシューズやってたりするんですが、まあデザイン面で言うと結構僕はですねザラの靴の方がバランスがいいなと思ってまして、素材の良さを選ぶのかデザイン性を取るのか難しいとこかなと思うんですが、見た目で言ったらザラのこのブラック系のスニーカーはかなり完璧に近いかなと思ってまして、セレクトショップのオリジナルと比べてもですね引きを取らないようなバランスかなと思います。まあ素材の部分だけネックになるんですが、パッと見の見た目はレザーと本当に違いはないぐらいですね綺麗に仕上がってるんですね。まあ確かにこれぐらいの間近で見たらやっぱり本革の美しさって圧倒的に伝わってくるかなと思いますし、あとは経年変化ですね、ここがレザーの良さではあるかなと思うんですが、靴にちょっと2万円は出せないなという方はですねザラのスニーカーから入ってもらうと見栄えの部分では間違いのない仕上がりになるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、ちょっとスニーカーから離れて綺麗めなシューズを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、やっぱり大人の男性のカジュアル用の革靴としてモカシン系のシューズは欠かせないアイテムかなと思います。僕の私物として手元にあるのはですねこちらのクラークスのワラビーというモデルなんですが、やっぱりこれがですね一つのブームとなっていろんなブランドからモカシン系のシューズが出ていまして、というのもやっぱりクラークスのワラビーはですね価格帯決して安くないんですね。僕のこれはゴアテックスモデルなのでなおさら高かったんですね。そうなると気軽に買いづらいということで、まあ、GU なんかでもモカシン系のシューズをやっていましたが、まあ、最近はもう在庫がほとんどなくなってきました。で改めてですねいろいろとモカシン系のシューズを見ていて今回ご紹介したいなと思ったのがこちらですね、コーエンのフェイクレザーモカシンブーツ、価格が6600円ということで、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、デザインを見ていただくとですねほぼほぼクラークスと変わらないぐらいですね、スクエアというの雰囲気だとか、あとは全体のバランスですね、非常にバランスが取れていて、まあ、使いやすいデザインになってるかなと思います。で僕は今スウェードバージョンをですね持っていますが、こちらのコーエンに関しましては普通のスムースレザーですね、そういった雰囲気のフェイクレザーを使っていますので、より季節感を気にせずに使いやすいかなと思うんですね。まあ、スウェードというのも今はですね、まあ、1年中使ってもそんなに問題はないんですが、どうしてもですね大人世代だと秋冬のイメージが強かったりするので、いろんな季節に使うのであればやっぱりスムースレザーの方が圧倒的に使い勝手がいいかなと思います。最近のフェイクレザーは非常によくできていますので、先ほどもお伝えしましたが、まあ、間近で見ればわかるレベル感ではあるんですが、遠くから見たらそこまでの違いは出づらいかなと思います。特に足元なので見る人が見たらわかるかなとは思うんですが、そこまで詳しくない方であれば、まあ、こちらのですねフェイクレザーのモカシンであっても十分すぎるぐらいですね、見た目は整ってくるかなと思います。春先だったらホワイト系のパンツと合わせると非常に相性が良かったりするので、スニーカーよりもうちょっと大人っぽい雰囲気を出したいなという時にはこういったモカシン系のシューズですねあるとすごく便利だなと思います。でソール部分がですね、僕のクラークスに関しては割とこうゴツゴツとしたビブラムのソールがついているんですが、コーエンに関してはデッキシューズと同じような割とこうツルッとしたソールになっているので、そのあたりも含めてちょっと小綺麗さも出るので違いは出てくるかなと思います。まあ、6600円でこのようなフェイクレザーでありながらもモカシン系のシューズが買えるというのはコストパフォーマンスはかなりいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はビジネスシーンでも使うことができるようなレザーのローファーを皆さんにご紹介したいなと思います。今回ですねピックアップしてみたのはスーツカンパニーのですねコインローファーシュリンクレザーというものですね。価格が 16,390 円ということで、今回ご紹介した中では最も価格帯は上がるんですが、レザーのローファーの中では買いやすい価格帯ではあるかなと思うので、コスパ最強の一足として皆さんにご紹介ができればなと思っています。
ます。革靴ってどこで買おうか迷う方結構いらっしゃるかなと思うんですね。もちろんこうセレクトショップなんかでも売っていますし、スーツ量販店でも売ってますし、あとはもう本当に革靴の専門ブランドですね。僕の私物のものはクロケット&ジョーンズというですね、ブランドのものなんですが、こういったまあ老舗のブランドもあるんですが、やっぱり値段安くないです。8万円オーバーのものが多くなってきていまして、僕がこれを買った時よりもぐんと今値上がりしているので、なかなかですね、いわゆる老舗ブランドの革靴って買いづらいかなと思うんですね。あとはバーウィックだとか、ジャランスリバヤだとか、このあたりのですね、レザー系のブランドというのが、だいたい3万円台でギリギリ買えるかなというぐらいなんですが、それでも決して安くはないので、もうちょっと価格帯を抑えたいなと思った時に、どこで革靴を買うかというと、僕はですね、普段のスタイリングでも、スーツカンパニーを見ることが多いんですよね。このあたりは、やっぱりこう、規模の力で結構たくさん靴を作ってるので、割と抑えめの価格帯で、デザイン性で言っても、ちゃんとこう、スーツにも合うし、結構スーツカンパニーってカジュアル着もあったりするので、そのあたりにも相性のいいようなデザインになってまして、バランスがいいものがちゃんと見つかるんですよね。なので、穴場なんですよ、スーツカンパニーの革靴って。その中でもこちらのコインローファーなんですが、デザインはすごくベーシックで使いやすいです。本格化のローファーではあるんですが、ビジネスカジュアルだとか、あとはカジュアルにも使いやすいような、適度な丸さもあって、このあたりのバランスも結構絶妙だなと思うんですね。硬くなりすぎないようなデザインになっています。そして素材ですが、レザーを使っているんですが、脂肪感が伝わってくるような上品さですね。このあたりもですね、結構ポイントになってくるかなと思うんですね。明らかにレザーの質感もいいので、このあたりもすごくバランスがいいですし、中敷きの裏には衝撃を吸収するようなスポンジなんかもですね、搭載されているので、履き心地の面でもですね、バランスがいいんですね。で、ソール部分もこのような革のソールは結構ですね、雨の日は滑るんですよ。そのあたりは高級感は出るんですけども、使い勝手はどうしても落ちてしまうんですが、この上半分がですね、ラバーになっているので、そのあたりも安心して履けるような仕様になってるんですね。まあデザイン性ですとか、革の質感ですとか、あとは履き心地の良さは全て兼ね備えていて、メイドインジャパンの仕上がりで、この価格というのは結構ありがたいなと思うので、コスパは最強の一足になってくるかなと思います。まあビジネスカジュアルですね、ジャケパンスタイルだとかセットアップのスタイルにも合いますし、デニムだとかちょっとこうカジュアルなボトムスなんかに合わせていただいてもハマるような形で、結構使えるシーンも広いようなシューズなので、これは一足持っといてまず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではコスパ最強の大人の靴ということで、皆さんにですね5点ご紹介させていただきました。結構ですね、いろんなサイトを見ながら厳選したので、個人的にも大満足の5つをですね皆さんにご紹介することができたかなと思っています。定番的な白系のスニーカーからですね、黒系のスニーカー、またはモカシンだとかローファーまでしっかりと揃えているので、このあたりさえ持っておけばメンズの靴としては十分すぎるぐらいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、ちょっと買い替えのタイミングだとか、新しく新調する際なんかにはですね、こちらの靴も参考にしながら選んでみていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップの中価格帯以上のですね商品だとか、ドメスティックブランドだとか専門ブランドですね、このあたりに関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて1本のですね週末のライブをやっていますので、皆さんからいただいたご質問にその場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、僕が最近買ったリアルなものをどんどんご紹介をしています。僕自身もほぼ毎日記事を投稿していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽にですね記事アップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになってますので、よかったらこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。